坂倉力がお送りする「力の豆知識」年末年始の営業予定をお知らせしますどうぞご覧ください坂倉力の公式ホームページに記載されておりますから併せてチェックなさってください URL 概要欄に残しておきますねで浦和本店大宮東口駅前店力の蔵大宮東口店は元日のみお休みです その他の店舗、31日から休みに入ります。年始の営業日は店舗ごとにまたこれ違うんでね。確認なさってお出かけください。2024年も酒蔵力にお世話になります。1時会は力キ、<う>2時会も力キ、3時<う>会はないしょ。この間い年、3時会で行ったら社長、力いっぱいだったよ。今年も1年ありがとうございました。良いお年を。 浦和大宮、上福岡、西川口、武蔵浦和池袋、工場直売店、大宮、旧中仙道店も元気です。酒倉力は全部で14店舗。酒倉力、おおおお。オオオオオオイ。レッツチカラブネ。この番組は酒倉力と共にお送りします。 瀬太郎の海賊ラジオレッズ力舟、えー、YouTube 版でありますいや12月28日夜になりましたね今年はまもなく終わりますねあっという間だったんですが考えてみたら2月のアウェーの FC 東京戦スタートを切ってで12月クリスマスプレゼントくれるかなって 思わせるぐらいに頑張った浦レッズの1年60試合ですからね考えてみたらそれずっと密着してレッズに愛を語り続けていたサボターの方お疲れさままた中東の地までレッズをサボトに行ったレッズサボターのあの熱い気持ち世界中から尊敬の気持ちが送られていますよ 本当にお疲れ様でありましたまあいろいろ今年のレッズについては語りたいことがたくさんあると思いますんで、えー、今日これから皆さんの声を交えながら振り返りながらお伝えしていこうと思っておりますレッズ力旨まずはこのコーナーからスタートレッズニュース土田久志スポーツダイレクターが退任です土田久志スポーツダイレクターが 今期限り退任と発表されました。ご存知の通り、岸田さんは三菱時代からプレーして、2000年を最後に引退、ゴールキーパーコーチを経て、クラブスタッフとして頑張りました。2020年からスポーツダイレクターの職に就いておりました。まあ、いろいろ思うところがあるんでしょう。これからゆっくり取材を重ねながら、わかる範囲でサポーターに伝えてまいりますね。 クラブワールドカップは4位に終わってしまいました22日に行われたアフリカ王者のアルアハリとの3位決定戦2点のビハインドからホセ・ガンタのゴールで1点を返して後半に入ったら54分に PK を取ってキッカーのシェルスがど真ん中に決めて2対2に追いつきましたしかし60分オンゴールでリードを許しアディショナルタイムで追加ゴールを決められて4対2という結果に終わり3位に届かず チーム二十四日の日曜の夜、大原サッカー場、クラブハウスに戻って、しばしのオフに入りました。移籍情報です。湘南ベルマーレから来年二十五歳になる。ディフェンダーの石原博一を完全移籍で獲得。と発表がありました。石原選手の特徴については、ベルマーレで共にプレーした。先輩のディフェンダー。坪井圭介さんに、この後の異論、反論、ズブレで話を聞きたいと思っております。続々入ってまいります。 ガンバ大阪から1 8 3センチディフェンダー佐藤陽太完全移籍の獲得東京国立出身の佐藤空中戦は一番の武器ビルドアップや対人もプロに入ってからさらに成長したと思っておりますんでその力をチームに還元できるよう頑張りたいと力強いコメントです3人目のディフェンダー9七年3月生まれ26歳1 8 0ンチ 井上力人と読みます。えー、ちょっとねこれ普通名前ね金振ってもらわないと読めないと思いますが覚えてくださいね。井上力と京都さんがから完全移籍で加入します。キャリアのスターートはガイナーレ鳥取なんですねまあガイナーレといえばそうねあの岡の正之さんですよね。ちゃんと連絡があったんだそうであります。 えー、岡山・京都を経てレッズ加入となった井上は J1 でキャリア2年と少ないんですけれども J3 から這い上がってきたハングリー精神は誰にも負けていませんと頼もしい言葉を残しましたショルツ・マリウス J ・ナンバーワンの2人と争いますがね若いディフェンダーがこれからどのように伸びてくるのか期待したいと思います 新天地での活躍を願います。ディフェンダーの知念哲也がベガルザ仙台に完全移籍発表になりました。沖縄出身の知念は22年 fc 琉球から完全移籍で加入も怪我もあり、出場機会に恵まれず、今シーズン全ての公式戦で出場機会ありませんでした。それから、ランニングマンの宮本裕太が、えー、京都に1年間の期限付き移籍になりました。 宮本雄太、クラブを通じて、この半年間、毎日は楽しかったんだけれども満足感が満たされないことが多くて、試合へのチャンスが欲しいという気持ちだと気づき、この決断に至ったという理由を語りました。えー、宮本、期限付き移籍期間中は、レッズと対戦する公式戦全て出場できません。元日、国立競技場のピッチに立つか、2024年、 元日午後2時帰国日本代表対代表の一戦あのエカニットパン屋ブック選ばれましたよ代表メンバーにこの試合国立競技場で行われますレッズジュニアの全国大会グループ2位もアカデミーの小学生年代ウラーレッズジュニア1 2月26日火曜から全国大会に臨みました1位ラウンドの初戦は開始3分のゴールを守りきり勝利を挙げるも 内立秀樹アカデミーダイレクターがここが勝負どころと言っていた午後行われた第2戦の愛知県代表の FC アロンザ戦3対0完敗です3位発進ですで翌日サガン・トストの第3戦で1対0で勝って2位には入ったんですけれども残念ながらワイルドカードでの決勝ラウンド進出はなりませんでしたレズレディース情報です 24日クリスマスイブの日曜ホーム浦和小浜に AC 長野パルセーロレディースを迎えウィリーグ第6節に臨みました、えー、7分に直本のゴールで先制しかし前半のうちに追いつかれ1対1で後半を迎えます73分また直本が2ゴール目を奪いリードに成功82分清劇子がダメ押しで決めて3対1長野に勝ちましたこれで勝ち点13ですね アイナック・アルビレックスに続く3位に浮上してまいりました試合情報です J リーグ開幕戦のカードが発表されましたねウラレズはアウェーからスタートですねあのスタジアムですよいいところにありますからレズサポーター広島の旅楽しんでくださいよ開幕戦アウェー・サンフレッジ・広島との対戦ホームは開幕です第二節東京ベルディを迎えます 第3節。なんでこういう時に札幌と対戦すんのかなあ。アウェイです。北海道、コンサドーレ、札幌。まだ寒いんじゃないかな。開幕日、帰国の時間、スタジアムなど、1月下旬の発表です。決まってんのにね。以上、レッズニュースでした。次はこのコーナーです。 今週はウラレッズ OB の坪井圭介さんに電話がつながっております。え坪井さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今年は年間で60試合。はい、このウラレッズ、まあ、結果見て、あるいは1年通しての戦い方見て、率直に OB としてどのように評価されておりますかまあまずは60試合、大変だったなというふうね<ー>思います、ね。はい。うん 今まででで番多かったと思うんですけれども、はい、まあそういうタフなシーズンを選手たちが最後まで戦い抜いたというところは非常に良、えー、かったなというふうに思っています、まあ多分我々取材する方よりも選手はその何十倍も心身ともに疲れたと思うんですけれども、はい、ただそういう中であのサウジアラビアのクラブワールドカップに出場したということは大きな刺激になったでしょうね。 そうですねしかも相手がマンチェスターシティという、まあ他にももちろん当たりましたけれども、はい、まずはやっぱり世界最高峰でやっている選手たちとしっかりと勝負をかけて争いをしたということは坪井さんもね代表時代に世界と戦ったお一人なんですけれどもこれ、世界との差を感じるとまたそれが終わってからトレーニングに臨む意識っていうのは変わるもんなんですか そこは僕自身もやっぱそうでしたし間違いないと思うので、ええ、あそこはやっぱ肌で感じた選手たちがやっぱり基準をどこにして普段の練習から取り組むべきなのかっていうところがやっぱり変わっていくともっともとととチームはは強くなななるのではないのでいいか思ますね坪井さんはどういうところに一番この世界の壁というか戦っていて肌で感じたところまああのメンタルの面でもいいしフィジカルでもいいんですがど,どういうところを感じました うんまあ、やっぱり技術の部分っていうのは日本人は非常に通じる部分があると思うのであとはやっぱり勝負どころを見逃さないあのなんていうんですかね豊かなところとか戦う気持ちのところっていうのはやはりうん、まあ、当時僕が感じたのはそこはまだまだ僕自身も足りてないのかなというふうに思いましたね。そうですかということはこれ J リーグそれぞれのクラブが少しずつレベルを上げていくことが それが全部クラブに返っっててくるってことですよね僕はそう思いますね。あれあのもちろん J リーグがあのレベルが低いなんてことは思ってますし、はい、あの非常にレベルの高いリーグだとは思うんですけれども、はい、やっぱそれでもやっぱりどのクラブももっともっと自分たちが世界で戦っていけるようなチームを作るんだっていう基準になればリーグ全体がすごく素晴らしいものをレベルアップにつながっていくかなと思いますね。まあ、今年いろいろとお話題に上がりました。 えー、秋春性の問題を含めたところで30年経ったジェーリングもいよいよ変わっていく時期に入ったのかもしれませんね。そうですね。まあもちろんあの変わることが難しいところもあったりいろんな状況あるんですけども、まあでも何かやっぱり良くするために一つ大きく何かを変えていくっていうことも大事かなというふうに思います。今セタラさんおっしゃったようにそういう時期かもしれないですよね。ねえ。まあそういう中で年明けるとすぐに。 トレーニングが始まると思うんですけれども、ウラレズはこれから多分補強の選手の名前が具体的にリリースされてくると思うんですが、その第1弾で、湘南ベルマーレから来年25になる、まあ、働き盛りになりますが、石原裕和選手が完全一席で加入するんですけれども、これ、レズのサポーターに石原選手はどういう選手なのか、坪井さんから見ての印象、あるいはいいところ、えちょっと教えてもらえませんかね。 あの僕は湘南ベルマリアで一緒にプレーしてまして、ええ、そんなに、あのー、体格のいい選手じゃないんですけどもえ、ええ、非常に身体能力高くて<う>で、まあ、主戦場は右サイドかなというふうに僕は思ってるんですけども、はいまあ、右サイドも左サイドも、まあ、センタ3バ,バックのセンターバックな,な,ん、ねはい、なのであの守備能力が高い身体能力高いプラスそこからやっぱり上下動が。 出ていくことを、ええ、何本も何本もその上下動を繰り返すことができる選手かなと思いますね。これ即戦力で非常に売られずには大きな補強になりそうですね。はい、そうですよね。まあ,あのもちろん、ね、売られて,て結果を出していくってことは簡単ではないと思うんですけども、はいえー、非常に戦力として試合出れる素材、逸材だと僕は思っているので、ええ、あのうまくチームに馴染んで。 彼の積極的なパフォーマンスっていうのを早く出せる状況になってほしいですねね、あの怪我なく、えー、キャンプに入ってもらいたいと思いますねはい、そうですねね、その一番大事だと思います、えー、今年最後の異論、反論、レッズ舟、ウラレッズオービーの坪井圭介さんに電話でお話を伺いました坪井さんありがとうございましたありがとうございましたどうぞ良お年をお迎えくださいはい、良いお年を坂倉ルキラー本店店長の今井敏郎ですえー、2023年シーズン、えー、本当にお疲れ様でした えー、で ACL の優勝とリーグのちょっとね失速っていうのもあったんですが、皆さんにとってねいい年であったかなどうだかなって感じなんですが、2024年は、えー、リーグ戦みんなで頑張ってし出火を上げたいなと思います。セ、え、カ、ー、グラリキュラ本店は、えー、元旦のみの休みで年末年始は営業していますので、えー、2日から皆さん新年会でお待ちしますのでぜひよろしくお願いします。俺たちのレッズ声 俺たちのレッズ越え、海賊クルーから寄せられたメッセージ、紹介してまいりますね。まず、YouTube にいろいろと書き込みがあるんで、いきましょうかね。えー、図鑑です。世界3位で帰ってこいこう聞いたときに、世界3位ではなく、クラブワールドカップの3位と考えた方がいいのではないかと思っていました。まあ、確かに、言われてみれば、クラブワールドカップの3位ですよね。でも、あれは、クラブ、 ワールドカップだからねだからワールドカップであるということは世界っていうことですよね。そういう意味で「世界に咲いて帰ってこいと」とこういうふうに語りかけたわけでありますがねあのー、図鑑はねこのあと心配事があってこう書き込んだんだと思うんですよ。2007年クラブワールドカップで3位になったのを 世界3位とクラブ全体が勘違いして翌年大崩壊につながったんだけどな頻繁に試合後練習場サボと選手間で揉め事が起きたり散々だったトラウマになってるわけだ塚はねええ、まああれはクラブ全体が勘違いを したというよりも崩壊につながるようなことがもうあの AC ・ビラントの伊勢始まる前から後追取材では分かりましたよ。いろんなことあったんだ。ほんとにねぼやみたいな火をね早めに消さないとね大火事になるという典型的な例でしたよ。続いて YouTube の書き込み。ケケ シティシティってシティはリーグではなかなか勝てていないよそんなクラブにあの試合いないようちが弱すぎるだけイギリスのサッカー史に浦和イングランド2部の下位レベルって言われていたよまあそうだろうな弱いとか強いの問題ではなくて スイティとウラレズのあの一戦見たらまあそういうふうに書かれても仕方がないだろうなまああんまり言葉じゃないけど手も足も出なかったっていう試合だったもんねまあよく2部の下位レベルっていうふうに言ってくれただけでもねありがたいなと思いましたよ計り知れない差をあの一戦で誰もが感じたわけで YouTubeS ニア。YouTube ACL 出場チームで6次試合は浦和だけですよね。はい。秋晴れになる理由の一つですよね。J リーグでもこの日程を体験したのは浦和だけ。これもオンリーワン。目標は2025年ですね。そうなんです。だから来年はとっても大事な試合になると,と思います。すべての試合がね。トータル1年間。 どういうふうにクラブを成長させ、2025年の舞台に立てるか、もう本当に重要な一年になると思いますよね。タクヤ・トモヤのパパ。マンチェスター・シティ戦に続き、アルア・ハリ戦も負け、今年の最後の試合は負けて終了でしたね。最後は誰もがレズの勝利願っていただけに残念でした。 やはり年間60試合をこなしてきたレズの選手たちのプレーは疲労が蓄積された中でもあり雑なパスミスの連発でしたこれであるあはりに勝てるわけがありませんしかし今回のワールドカップでレズが足りないもの少しは見えたのではないですかミドルシュートの意識強靭なフィジカル両サイドの重要性などなど正直 どれもこれも簡単なことではないことは十分に分かっております。ただ、選手たちが少しでも、今より上のレベルに行けたら本当に強いレッズを見ることができます。今は体を休め、来年また頑張っていきましょう。最後に選手、サフの皆さん、サボタの皆さん、本当にお疲れ様でした。アげをバブ1号 悔しい。せめて世界3位で終わりたかった世界との差を感じた試合でした負ける相手はなかったもっと前半から自信を持ってプレーしてもらいたかったな今年最後の試合は残念ながら敗れてしまいましたがごちそ本当に過酷な60試合戦い抜いてくれたことに心から感謝とともに尊敬しております選手たちこのオフゆっくり休んで楽しんでいただきたい 来シーズン国内での戦いになりますがリーグ優勝とルヴァンカップ優勝の2冠を達成するためにもシーズンが始まる段階で最初からホワード不足人数不足にならないようなチーム編成強く求めます特に得点力不足大きな課題でヘグモ新監督率いる来シーズンはどのような変化を見せるのか気になりますまあ先ほどのレズニュースでもお伝えしましたが今続々入ってくる新加入の選手は えー、20代半ばぐらいのディフェンダーなんですよ。で背高いですよ。いずれもね。これ将来性勝手だと思うんですよで、来期もショルツとマリウス残りますから彼ら2人が自分だってやると思うんですよ。で日程的にもね怪我さえなければ彼らがずっと戦ってもおかしくない。そういう状況の中でディフェンス面についての補強は彼ら2人が抜けた後のことを考えて。 やってると思うのねでフォワードの名前が全然上がってこないじゃないかってみんなもう短期だからそう言ってるんだけれどもこれから決めてのフォワードのカードが何枚か切られると思うんですよ。そう考えるとお年玉プレゼントになるんじゃないかなもうクリスマス終わっちゃったしお年玉プレゼントでどのような選手の名前が上がってくるかですねまあ外国人の強烈な伸ばしとりほしいね。ええ もうそれは絶対でしょう。これはもうぜひもので、それがいないとどうしようも成り立たないんじゃないかなと思いますがね。負けれれ、ケイタ。今年のレッズにかけていたのはフォワードですよね。ね、言ってますよ、負けレれ、ケイタもえ。次に発表される移籍選手たちですが、まだフォワードの発表はありません。ちょっと心配。急憂に終わればいいんですが。まあ、急憂でしょう。 2025年が決まってんだもん決まってんのに何もしなかったらおかしいでしょもうそこまで不信感持っちゃいけないよ負けるれ系だ吉見 A 級来シーズンに向けてしっかり休んでもらいたい今シーズン開幕からギアクマキスの補強の失敗で遅れ夏の補強も失敗なんとか戦い抜いたというシーズンという印象でしただからこそ今は何としても フォワードの補強は成功させてもらいたいすでに数名の選手のイン・アウト移籍情報をリリースされておりますがまだあるでしょう来季のスタートに間に合わないというようなことだけは避けてもらいたいどのような選手が来るのか合流遅れがないといいなと思っております断じてあっちゃいけません新監督でなおかつ新外国人のフォワードが 合流遅れるなんていうことは2025年こればっかり言いますよ来年も言い続けますからね2025年のことから逆算して考えた場合にものすごいスタートでの結末期になりますからさっきも言ったでしょ小さな火がポっと出た時にパッとぼやーの時に消さなきゃダメなのあっという間にも広がってチームは瓦解するんだから何回もそれ見てますから。 ウルアの歴史の中で、カゾノ・ウガサポ、率直な感想、悔しいシーズンでしたが、ACL 優勝まで順調でしたが、その後、がですルヴバンカップは準優勝、リーグは4位、ACL グループステージ敗退、いろんな意味で思い出したくない天皇杯の敗退、ただ、選手にはご苦労様でしたと言いた、その60試合の中で、リーグだけで言うと引き分け12試合、その中でもスコアレスが8試合。 1>, 1点差負け3試合、1点でも取れていれば勝ち、1点でも取れていれば引き分け、ゴールによって勝ち点がどれだけ増えたんですかね、ルバンの決勝もそうです、来シーズンに期待することは、ストライカー、1人で15ゴールから20ゴールするような点取りや、リンセンでも、トシキでも、慎三さんでも、誰でもいい、とにかくゴールを。 してください。7ゴールから10ゴールする選手2人は欲しい。まあ、かのうがさぼのここまでのお便りだと1人で15から20ゴール決める点取りや。これ、現実的に新蔵さんにそれ期待したらかわいそうだろう。ね。あの将軍がピッチに。 立ち続けてくれることは我々の誇りだよでもね仙台戦お得意さんでハットトリックハットトリックのあの時の新蔵さんとは正直もう年齢が違うもんねっトシ、まあ、大変身してな15ゴールねなってもらいたいけどね臨戦かああ 臨戦が15ゴール取るイメージ皆さん持てるそう考えるとやっぱりまあ7ゴールから10ゴールこれは臨戦組織使われ方によっては心臓さんもクリアできるか分かんないねそれ考えるとやっぱりともかく新しい選手のと,ともかくフォワードだねこれをどういうふうに獲得するか。 ここだろうね。もちろんあの中盤それから2列目どういうふうに戦うか分かりませんけれども変郷も監督がここの活性化は必要ですがね宇賀、えー、サポのお便り「宇野ゼロでもいいとにかくゴールで勝ち点3を取りに行ってもらいたい引き分けはもうお腹いっぱいです」「シュート打たなければゴールは生まれない少々強引でも引っ掛けてもらいたい外してもいいから自分でフィニッシュまで持っていけたらいいなと思う」 消極的なサッカー見たくないあとはセットプレー全くゴールの匂いが感じられないここの改善もお願いしたいで最後に全く関係ない話ですがサッカー協会の田島会長「何わけのわからないことを言ってるんですかね」あ,あ売られずのクラブワールドカップ3位に関する田島幸三さんの言葉ねまあ捨てておきなさい」 裏の選手たちは最後まで気持ちを込めて戦っていましたリスペクトしかありません縦橋のジョンです世界を見渡しても年間60試合をこなすのは限られたチームのみ本当にお疲れ様街へに感謝です ACL 優勝の歓喜と悔しい思いをした1年私の採点75点クラブワールドカップの戦いを見て世界の壁は高いと感じたと同時に世界ともっと戦いたいと思いました 今から2025年の大会見据えまず来シーズンのリーグ優勝に向けての強化です昨日入れ替え活発化してまいりました記念宮本の遺跡は寂しいですが新天地で輝いてもらいたいレズに残る選手たちと加入する新戦力への期待外国籍選手それもストライカーの加入発表切望をしながら年が明けたらヘグも体制の指導を増したいと思っておりますまあ、1月半ばぐらいに 新体制の発表あるんじゃないですか、ね、記者会見がねあったら前回と同じように、えー、多分埼玉スタジアムのあの大きいホールでやるんじゃないかなボールルームっていうのかなあそこでやると思うんで、えー、去年同様に取材でこの動画でお伝えできると思うんでちょっと待っててくださいそれがあってからスタートするんじゃないですかね深谷のカー君ですクラブワールドカップで 世界3位になれなかったのは残念だったけれども2025年の大会見据えてヘグモ新監督はどう思ったのかな少なくとも来年2024年のリーグチャンピオンの肩書を持って次のクラブワールドカップに臨んでもらいたいレズレディスは駒場で長野・パルセーロに3対1で勝ちました今シーズンのウィーリングは各チームがきっ抗していて簡単に勝てる相手はいないというのが率直な感想後半に直元・清家両選手のゴールで突き放し 試合に勝てたのは強さの証だし試合数が少ないリーグなのでいかにスタートダッシュできるかが重要第6節消化した時点で首位との勝ち点の差が1で3位にいることが重要だと思いますおしまいに赤いサンタクロースのお便りです年間60試合をこなした選手たちを讃えたいお疲れ様でしたそれからクラブワールドカップで土井中東の地で 熱く熱く選手を後押ししたサボタの皆さんに本当に頭が下がります。あの熱量を世界に示せたことは本当に嬉しかった。なぜならば、今シーズンは天皇杯の出来事があったからです。熱いサポータはこれからも続けながら相手をリスペクトする気持ちを持つことを忘れないで来シーズンを戦いたいと強く思った年末でした。 あとは来シーズンは絶対に J リーグのシャーレを高々と掲げたいただそれだけですまあ特に赤井さんとグロースが天皇杯の出来事のことをここでお話ししましたんでねまあ来年この話をしても仕方がないからもう少しシンプルにまとめたいと思いますがあの名古屋でのサポーターの暴徒化事件ですねもう一回 短く整理して心の中でお互いに落としたいところはあの暴徒化したサポーターは花から永瀬のサポーターにつかみかかったわけではないんですね。彼らが言いたかったのは夏の移籍の問題で点を取るフォワードを連れてこれなかったこと連れてきた阿部寛と中島翔哉が怪我であったことこの補強はいかがなものか。これは トボール本部の十刈土田西野に直接聞きたかったということでにじり寄っていったところから名古屋サポーターが何か不規則発言があってそちらの方に気持ちがいってしまったということでありますんでこれは、えー、静かに整理しておいた方がいいと思いますね。まあいいろいろ ありましたけどヘグモ新監督について私がまあ,あ教科担当者に聞いたところでは今まで積み重ねてきた町へのサッカーの上積みをしっかりとやってくれる立派な人物であるとそこまでの仕事はきちんとやりましたと教科の方が言っておりました。 誰だか分かりますよねレズ力舟本戦ここまでえ次回は1月4日まだ新春の匂いたっぷり残る木曜日の配信となります2024シーズン皆さんどんな夢をかけるんでしょうかそしてどうぞ裏レズにこの動画を通じて様々な注文を出してくださいそれをレズに届けるのも この船の役目だろうと思っております皆さんの動画へのご意見はこちらいつものところです m- ハイフン海賊アットマークレディーパドットコムですさあ皆さんいい一年にしましょうよそのためにはウラレズミはぜひともリーグタイトルを取ってもらいたい日本の王者として2025年に 進んでもらいたいこれ初夢じゃありませんよもう本当の夢を見させてくださいこの番組は坂倉力とともにお送りしましたチャンネル登録よろしくね